隙をついたずノープレイ、審判によって封じられる。相手がボールを動かしたのだからそのプレーは有効だったはずだ。彼が審判からボールを取り上げたことはどのチームにとってもサインすべきことだ。審判が笛を吹き、選手がボールに触れる。彼の IQ は100万と言いたいところだが、プレーを奪われた。ボールはすでにプレー中だった。どのトップ DF よりもボールカットに優れている。レフェリーはほとんどのディフェンダーよりもよく切れる。きっと彼はゴールを決めるとかけ、レフェリーはそれを予期したのだろう。彼はあらゆることに目を光らせている。しかしレフェリーは偉大なディフェンダーにもミッドフィルダーにもなり得る。サッカーについて考え、知っている人なら誰でも彼はよくやったと思うだろう。彼は笛を吹かれ、選手はボールを動かした。あれだけ流行るべきことをやった。